昨日、掛川市にある高天神城跡の井戸に猫が転落し、消防による救出活動が行われました。猫は無事に救出されたということです。救出活動が行われたのは掛川市にある高天神城跡の井戸です。昨日市に通報があり、職員が確認したところ、深さおよそ13メートルの井戸の底に猫が落ちているのを確認し、消防に協力を要請しました。駆けつけた消防隊員が井戸の底に降りて猫をケージの中に入れ、無事に助け出しました。この猫は野良猫とみられ、大きな怪我もなく元気な様子だということです。